んこんばんは、オノマッチスタイルジャニーと申します。今日はですね、スペシャルゲストがお越しいただいております。恩人の高橋歩さんです。はい、どうも、歩です。歩さん、本当に今日も来ていただいてありがとうございます。あの、このチャンネルめっちゃ始まったばっかりのチャンネルで、ゲスト来ていただいてる人がめちゃくちゃ少ない中で、歩さんに来ていただいたのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。歩さんはですね、著者であり自由人という肩書きを持ってですね、僕が青春時代にはラブ&フリー、フリーダム、毎日の冒険、いろんな本にですね、影響されて過ごさせていただきました。歩さん、こんな日が来るなんて光栄でございます。いいね、いいね。歩さん、このチャンネルを見てる人はですね、何々運に興味ある方が多くて、運ね、運ね、運です、運です、運です。歩さんがこの人生でこの運があってよかったなと思う運があったら教えてほしいです。俺はもういろんなことやってるけど、まあいわゆる女とかっていうよりも、さやかっていう奥さんと中学二十歳から付き合ってる、もうあいつがもう全てのやっぱ原点だと思うから、さやか運、さやか運、さやか運。今までいろんな人はどうなんですか、さやか運ですか。それさやか運持ってるのは歩さんだけじゃないかも。この世界でたった一人の運。あ、そうなんですね。ちょっとなんでそのさやか運が、結局二十歳だって普通に大学行って、やりたいこと3日ね、やべえみたいな、でもなんかすげえかっこいいこと生きてえけど、なんか3日ねみたいな、やりたいこと3日ねみたいなのがしょうもない。でもブルーハーストボーイ聞いてみたいな時代だったんね、でやっぱまあ自分の店やったり自分の出版社やったり、まあ世界一周したりとか、なんかいろいろ広がっていったのは、今思うとね、やっぱなんかあの人にかっこいいとこを見せたかったんだよね、さやかさんに。そう、さやかに。だから俺未だに思うけど、さやかがもし超金持ちになってる人かっこいいとか言うんだったら、速攻投資部とか作るみたいな感じ。そうなんですね。なんかまああんまそういう感じじゃないから、まあまあいい感じで暮らせればいいんじゃないみたいな、俺意外となんか男だから、今回の人生はね、なんかすごい単純だなと思ってて、なんか一番そういう強い欲求って、やっぱ自分の好きな人にかっこいいと思われたいみたいな、とこってあるんじゃないかな。めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃありますよ。意外とすごいことやったやつの話聞いてもさ、いやなんか彼女がいいんじゃないって言ったからみたいな、結構そういう話あんじゃん。めっちゃあります、めっちゃあります。その中でも歩さん、これいろんなこと全部さやかさんにかっこいいと思われたくてスタートしたんですか。そうだね、だいたい最初に話してるのがね、めっちゃすごいですね。だからもしなんかさやかがお店出したいと思うんだよねっていう時に、いいんじゃない、キラキラみたいな感じだったから、出版社とかも、いやなんか誰も俺の本出してくれないから自分で出版社作ろうと思うんだよねみたいな、なんか大変そうだけど本とか出すのかっこいいみたいな。結構さやか浅いからさ、なんか普通の銀座 OL だから、だからそれで世界一周も、あのさっきのラブ&フリーっていう本を書いた世界一周も、まあ、結婚25歳と26歳で結婚することになって、で俺ちょっとカッコつけて、ちょっとお前俺と結婚するんだから何でも夢叶えてやるよみたいな、なんかドラゴンボール7つ揃ったら何したい、っていう質問にさやかが、私アイム今お金ないかもしれないけど、もし何でも叶うならアイムと2人で世界一周したいっていう言葉がきっかけで、俺は何か旅キャラになったわけじゃん。そっから旅キャラスタート。全然。あ、そうなんですね。旅とかあんま なんか縁なかった。で、世界一周って言われたから、じゃあ行くかっていうので。じゃあさやかさんが作ってくれた旅キャラなんですね。そうだろうね。うわ、めっちゃすごいですね。旅とか全然あんまり興味ないっていうか。すごい。これそれで言うと、やっぱり全ての源がそのさやかさんな感じしますね。そうだね。で面白いのはさ、もうまさに来月なんだけど、俺まあその25歳25歳結婚式の3日後に世界一周しました、で結婚10周年の時にさやかがまた、なんかスイートテンダイヤモンドとかじゃなくて、スイートテンジャーニーじゃねみたいなこと言い始めてまたおしゃれなこと言いますね、広告代理店かよみたいな、で4歳と6歳の子供連れて、結婚10周年記念で世界一周に出たんでね、でほぼキャンピングカーで、まあ 4,5 年出て、来月今子供が2人とも自立したから、子育て終了記念っていうので、あとまあ付き合って30年記念でもあるんだけど、30年記念、めでたいですね。で来月からもう一回さやかと2人で世界一周に行くの。あ、本当っすか。2人きりで。2人で最初の世界一周ぶりですね。そうそう、2人ではね、はい、だからまあさやかとっていう意味では3回目、1回目2人で行って、でもあの頃は本当にバックパッカーで貧乏な旅、で2回目は子供たちと一緒の旅、で今回また2人でちょっと期間とか決めてなくて、まあ4月25日に出て、とりあえずバルセロナって決めてるだけなんだけど、そうなんです。なんでバルセロナスタートにしようと思ったの。いやでもフィーリングからなんか、そうなんですか。でもやっぱアラスカっ
ていうのがちょっと一個特別な思い入れっていうか大好きな場所で、なんかアラスカ最後はってなったら決まってるんだけど、いつかは決まってないんだけど、でもなんかそうやってこう俺の人生設計自体もでいつも旅に出る前に必ず家を解約してるのね。だから今はもうハワイ島のコナっていうところに最近まで住んでたんだけど、それも解約して今プーだ、今ちょうど住所来て、そうそうそうプー、あそうなんすね。でこの後まあ旅してどこに住もうかなっていう状態ではあるんだけど、最高ですね。じゃあもう次帰ってくるのはもういつになるか分かんない感じ。そうただね、今回は無帰国で回るっていうよりは、まあなんか大陸チェンジごとには帰ってくるみたいな、7回ぐらい行く感じ、みたい な, なんかそうなんすねっていうなんかあるんだけど、あゆむさんはさやかさんっていう人と出会えて、さやか運っていうものを手に入れて、人生を切り開いてきたじゃないですか、今こう見てる人たちがさやか運的なものを掴むためにはどうしたらいいとかありますか？わかんないな、それどうすればいいんだろうね、はい、なんだろう、はい、俺の中ではなんかこう、まあ、自分の女さえ幸せにできないやつに、日本も地球もねえだろうみたいななんかあって、はい、だから、まあ、それは自分への戒めみたいなところもあるけど、それ出会うっていうのはちょっとわかんないけど、はい、まさにラブオアフリーではなくラブ&フリーじゃないけど、俺そこはだから仕事とかで仲間ってやりたいこととかも山盛りあるけど、はい、であと彼女とか家族のこととかの、なんかそこの、まあ、家庭か仕事かみたいな話だとすれば、それ二択じゃねにしない、もう根本設定をアンドじゃねってして、なんかなんとか考えようよっていうか、なんかどっちが大切とかじゃなくてみたいな、もちろん体は一つだし時間は一つだしっていうのはあるけど、なるべく両方、彼女と仕事だったり、まあ家族と仕事だったり、なんか一生懸命考えてなるべくこう両方ともいい感じにしようよみたいなのは大事にしてるかなっていう。これめっちゃあるじゃないですか、なんか仕事か家庭かでどっちか崩しちゃってる人とかめちゃめちゃいるじゃないですか。で、あゆむさんは安堵にして今ナンバーワンさやかさんで、あの仕事もバリバリでされてるじゃないですか。これ最高の気づきだと思うんですけど、なんでこれアンドにしようと思ったんですか？なんか二択取れなくねってやっぱ思ったんだよね。いや、そうっすよね。そうっすよね。そうっすよね。いや、マジでそうだと思うんですよ。で、なんか俺正直子供も生まれてくる前はそこまで興味なかったっつうか、あ、そうなんですね。まあまあ可愛いだろうなと思ったし、キャッチボールとかしたいなとか思ったけど、ぐらいだったけど、やっぱなんか生まれてきて結構すごい可愛い物体だったし、やっぱちょっとせっかくだからちゃんと関わりたいなみたいな、すごい欲求がこう湧いてきたから、じゃあなんか家族とも過ごせて、ご飯もちゃんとやりたいことあって稼げてっていう方法ってないよねじゃなくて、どうやったらできるのかなっていうふうに一生懸命考えようぜみたいな、そうですね、感じでなんか今もやってきたっていう。あのあゆむさんって本当に僕固定観念のなんか向こう側にいる人だなって本当に思ってて、あゆむさんなんかその固定観念とかに縛られないようにしてるなんかコツみたいなのあるんですか？でもやっぱさっきの後輩力的な話じゃないけど、先輩たちのこと知れば、まあ自伝とか含めてね、なんかそれありなんじゃねっていうか、あとなんか俺、例えばボブマーリーっていう人のお父さんとお母さんも、うちの高橋源と高橋恵子ってお父さんもお母さんも変わんないと思うし、だからなんか俺がボブマーリーとかジョン・レノンにはできるけど俺にはできねえってことはねえだろっていう感じはなんかあって、これすごいですね、この感覚。これあゆむさん昔からあったんですか？ジョン・レノン、ボブ・マーリーにできて俺にできないことはないだろう、なんかその才能っていう言葉を使われた時にいつも引っかかりがあって、その、なんか親のせいにすんなよ的な、あのいい方に使う時はいいよね、この才能をもらってきたからありがたいですっていう時はいいけど、いや俺そういう才能とかないんでみたいな、感じのこともなんか俺も言っちゃってたし、でもなんかそれってさ、親をバカにしてる感じがしたわけよ、そういう風に産んでくれなかったんでみたいな。確かにそうですね、なんかそれ嫌だなって思ったんだよね、なんか親のせいじゃないじゃんって思ったし、なんか才能っていう言葉を俺は使わないよね、なんかこう自分次第じゃねっていうか、めっちゃすごいっすね。だからなんかで、なんか結構素敵なことやってる人も、なんか別にうちの父ちゃん母ちゃんみたいな父ちゃん母ちゃんがいて、なんか生きてきたわけじゃん。そうです、そうです。でなんかだったら自分にもなんかこうできるんじゃねみたいな気持ちっていうか、すごい。だから自分で勝手な天から降ってきましたとか全くなくて、だからそういうなんかいろんな先輩たちの例を、実例を見て、じゃあ俺もやってみようみたいなのが得意かも。そうなんですね。いや、あゆむさんやっぱり先輩から学んで、あと歴史から学んで、自分のあこれだったら僕もできるかもっていうことをすごく学んできたんですね。そうだね。
よくさ、あゆみさんオリジナルですねとか言われるけどさ、うん、全くなくて、はいはい、俺は先輩たちのかっこいいところを組み合わせただけみたいな自分の認識なの、うんうんうん、で、その組み合わせ方がオリジナルかもね、うんうん、あ、なるほど、坂本龍馬、まあ、何パーセントみたいな、そうそうそう、織田信長、ウォルト・ディズニー、宮崎駿とか、うん、なんかそのがちょっと俺のオリジナルかもしれないけど、うんうん、俺は全然なんか自分のオリジナルがとか、うん、自分らしさがとか、うん、等身大がとか、うん、どうでもいいんじゃねって思ってて、あ、そうなんですね、うん、かっこいい人たちから学んでるから、うん、そのなんかを、まあ、俺と呼ぶってくらいで、うん、全然もうよく等身大じゃチビのままってよく言ってるんだけど、うんうん、いらないでしょ、ね、等身大とかみたいな、確かにそうですね、しっかりウォルトさんのいいところとか吸収しながら、そう、もらった方がいいじゃんみたいな、うん、あゆみさんめちゃくちゃそれ昔からそういう考え方ですか、そうね、まあ、でも二十歳ぐらいとかから、はい、なんかこうかっこいいなと思う、うん、ものをなんか素直に真似して、でなんか自分なりにこう吸収していけばいいなっていうか、自分が勝手に思いつくとかなんか別にいらないっていうか、あ、うーん、いや、なかなかもうないっすもんね、なんか新しいことを思いつかなきゃいけないとか、うん、まあ、自分のだけのオリジナルっていうので生きていくっていうのはなんかもう難しいもんですもんね、全然だから分かんないじゃん、誰かもう、うん、だってエジプトのよく分かんない文明で言ってたかもしれないよ、もうやってるんですよきっと誰かやってるんですよ、だからなんかワクワクしてることがなんか素直に、うん、かっこいいなっていう人たちにワクワクして、うん、俺もああなりてえなーとか、うんうん、そしたらそこから学ぶことを学んで、でもなんか一人じゃ俺はなかったから、いろんな人から学んでみたいな、はいはいはい、うん、でも今もオンタイム、最高でございます、あゆむさんありがとうございます、うん、あのあゆむさんのチャンネルでも僕が出させてもらってる動画もあるので、はい、ぜひ続きではですね、あゆむさんのチャンネルでご覧いただければと思います、はい、ということで皆様ありがとうございます、はい、どうも。